2021年、中国軍機による台湾の防空識別圏への侵入行為は頻発していたよね。もはや1日あたりにどれだけの機種がどれだけの数でやってきたのかを列挙することも難しいほどだったぜ。我が物顔で侵入してるよね。あいつらにとっては台湾も自国の領土と思ってるんだろうからな。ちなみに防空識別圏は領空とは違い、その外側に各国が任意で設定している空域であり、そこに侵入されてしまえば領空への侵犯の可能性も高まるとはいえ、それだけで攻撃することは許されないぜ。入った者勝ちみたいなところあるよね。何かしら制裁が加えられればいいんだけど、なかなか難しいだろうね。さて、今回はそんな中国の台湾への防空識別圏侵入についてと、台湾の軍備について解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。防空識別圏にいたずらに侵入しないというのは、いわば国際的なマナーの一種であり、決して国際法等に照らしても反撃することが認められる事例とは異なるものとなっているよ。そもそも中国共産党は、台湾は大陸から駆逐された当時の蒋介石率いる国民党政府が逃げ込んだ島であり、自分たち中華人民共和国の領土の一部だとの主張を絶えず展開しているからね。よってもともと自分たちの領土である台湾に独自の防空識別圏など認めてもおらず、いずれ自らの直接支配下に組み込もうと軍事的にも政治的にもその機会を伺っている状態が続いているってわけ。台湾は中国に目をつけられているってことだよね。いろいろ事情は変わってくるけど、中国と揉めているのは日本も同じだからちょっと同情しちゃうな。そうだね。第二次世界大戦の終結後、1949年に建国された中華人民共和国はこうした理屈を一貫して主張しており、アメリカや日本も同国を正式な中国と認める政策を取り、台湾を国として認めていないんだよね。こうした台湾の立ち位置は国際社会の中でも常識と化しており、今現在も世界の多数の国が台湾を正式な国家と認めておらず、共産中国の台頭が明らかになったことで問題が顕在化してきているってわけ。かわいそうだが、仕方ないことなんだよな。日本は自国のことで精一杯だから、台湾のためにしてあげられることは少ないぜ。これまでわずか約 100km ほどの距離とはいえ、中国軍は台湾への武力侵攻を実際に成功させるだけの軍事力を有しないと見られていたものが、近年になり大きく変化しつつあるんだ。ことに4万トン級の大型の075型強襲揚陸艦の建造は脅威となっており、すでに3隻が着手済みな上に追加で5隻もの建造を行うものとみられ、一気に部隊の揚陸能力を向上させるだろうね。中国の軍備増強速度は凄まじいものだからね。アメリカをもしのいでトップに躍り出ようと画策しているみたいだし、困ったものだよ。うんうん。さらにこれに続く076型強襲揚陸艦も建造準備が進められている模様で、アメリカですらワスプ級6隻、アメリカ級2隻の合計8隻しか収益させていないこのクラスの艦を驚異的な速さで建造しているんだ。こうした戦力を中国が着々と増強していることと、実際に武力行使にまで踏み込むこととの間にはそれでもまだ大きなギャップは存在するだろうが、自信を強めていることは確実だろうな。そうした状況下で度重なる台湾の防空識別圏への侵入という挑発行為を繰り返すことで、台湾側に戦意の喪失を促し、なし崩し的に台湾の併合を既成事実化しようとする戦略にも見えるよね。犠牲が出ることがないようにしてほしいけど、中国と併合して台湾の行く末が安泰とも限らないもんね。台湾だけの軍事力では、もう中国に太刀打ちできないところまで来ちゃってるし。そうだね。すでに昨年2020年10月、台湾の国防省は中国軍航空機のこうした防空識別圏や領空侵犯に伴う迎撃用の戦闘機発進、いわゆるスクランブル対応におよそ1000億円弱のコストを同年中に費やしたと述べているんだ。軍事関係ってすごくお金がかかるもんね。その通り。こうしたスクランブル対応にもこれだけのコストが生じている現実は、その頻度をもっと増加させれば台湾を経済的にもますます疲弊させる有効な手段となることを、周辺国にも知らしめるものだろうと思うよ。2021年に入り台湾の国防部ではこれらの中国軍の挑発に対処するため、台湾空軍の防空能力をアピールするために同空軍の訓練の模様などをマスコミ各社に公表する戦略を見せているね。台湾も黙って見ているだけじゃないよね。やるべきことをやらないと、中国はどこまでもつけ上がっちゃうだろうし。そこでは台湾がアメリカの技術支援を仰いで製造した FCK-1 警告戦闘機に、同じく国産の長距離空対地巡航ミサイル万件を装備する様子などが大々的に報じられたんだ。台湾の万件ミサイルは空対地のみならず空対艦用途にも使用可能な巡航ミサイルとされており、
台湾海峡に展開する中国海軍の艦艇の接近阻止を担う兵器として期待されているみたい。台湾は2019年にアメリカから F-16 戦闘機の最新版である、いわゆる 4.5 世代戦闘機に相当する V 型を66機、また既存の F-16 の近代化改修も行っているけど、FCK-1 警告戦闘機もまだ現役となっているよ。FCK-1 警告戦闘機は、F-16 の開発元である当時のジェネラルダイナミクス社で、現ロッキード・マーチン社の技術支援を仰いで製造された軽戦闘機であり、どことなく同期に似ているものだね。その意味では F-16 をベースにした航空自衛隊の F-2 戦闘機をも連想させるが、F-2 が2000年からの収益であるのに対し、1994年の収益と実戦配備されたのは、FCK-1 警告の方が先だったぜ。そもそもこの当時の台湾は F-16 そのものの導入をアメリカに打診したものの、中国を刺激することを恐れたアメリカが著しく性能を落とした機体を提示したため、FCK-1 警告の開発を推進した経緯があるな。FCK-1 警告戦闘機の名称は、蒋介石の実施で2代目の台湾総統であり、1988年に他界した蒋介石にちなんで名付けられており、国産の戦闘機開発に当時の台湾が抱いていた意気込みを感じさせるよね。FCK-1 警告ってどんな戦闘機なの？この FCK-1 警告戦闘機は全長 14.5 メートル、全幅 8.5 メートル、全高 4.6 メートルの小柄な機体に単発の機関部を搭載し、小型ではあるが兵装によって多目的戦闘機として運用されているよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。ここからは僕の雑学の時間だよ。待ってました。なんと今日は豪華2本立てでお送りするよ。そいつは楽しみだな。まず一つ目の雑学は、高齢者についてだよ。高齢者ってシルバー何々って言ったりするよね。そうそう。そのシルバーっていう言い方なんだけど2本だけしか言わないんだ。なんでなの？シルバーという言葉が使われるようになったのは、まだ JR が国鉄だった時代に遡るんだ。国鉄では1973年9月15日の敬老の日に、高齢者や身体が不自由な人のための優先席を設けたそうなんだ。そして、優先席を設ける際に、普通席と区別しやすいように、優先席の色を違う色にしようと考えられたそうだよ。しかし、優先席の色を検討するための時間がなかったことから、偶然にも国鉄の工場に在庫として余っていた新幹線の座席カバーを使うことになり、この座席カバーの色がシルバーだったことが由来となり、その後、高齢の方などが座る優先席のことをシルバーシートと呼ぶことになったよ。そのシルバーシートとシルバーの関係性がわからないぜ。そうなんだ。国鉄としてはシルバーイコール高齢者という意味を定着させるつもりはなかったんだ。偶然にもシルバーシートから派生し、高齢者全体をシルバー世代と呼ぶようになったんだって。そうだったんだね。なかなか興味深い豆知識だったよ。最後の雑学は、今まさに飲酒運転が多発しているから、それについて話していくよ。運転に乗りたての今の若い世代なんか、本当にしたらダメだぜ。じゃあアルコールはもちろんダメだけど、ノンアルコールは飲んでも運転していいんだよね？それは今から話していくよ。ノンアルコールと書いてある商品だとしても、実は注意が必要なんだ。え、なんでなの？なぜかというとね、ノンアルコールの商品だとしても、アルコールが含まれていることがあるからなんだ。日本では、アルコールが 1% 以上のものを酒類とする法律があるため、アルコールが 1% 未満であればノンアルコール商品としてもいいそうなんだ。そのため、酒類によっては飲みすぎると呼気検査でアルコール濃度が 0.15mg を上回ってしまい、最悪の場合には酒気帯び運転が適用されてしまうんだ。運転しないからとノンアルコールを飲んで、飲酒運転扱いなんて本末転倒じゃないか。ほんとだよね。じゃあどうしたらいいの？お店で出されるやつや、コンビニなどで買うときに、そのノンアルコール飲料の成分量をしっかり見ることだね。補足だが、今のノンアルコール飲料は 0.0% のものが多いから、それを選ぶと大丈夫だぜ。みんなも、飲酒運転をしないでしっかりルールを守って運転してね。あと、飲酒もほどほどに飲んでね。今日の雑学は終わりだよ。また見てね。